皆さんこんにちは、鈴木久美子です。今日はバッハ作曲羊は安らかに草をはみを演奏いたします。とても穏やかな気持ちになる曲です。これを弾いているとバッハがこの作品を作る時に本当に広くて緑の綺麗な草原と、そして美味しそうに草を食べる羊を想像していたのかなと思ってしまいます。それではお聴きください。